こんにちは。今回はメランポリア主演俳優たちの SNS コメントが明かす撮影の舞台裏についてお話しします。韓国ドラマメランポリアの主演俳優たちはドラマの制作過程や共演者との関係について自身の SNS で様々なコメントを発信しています。以下にそれぞれのコメントを紹介します。1ジョン役ジユンス SNS コメント。イムスジョンは自身のインスタグラムでドラマに対する感想や撮影の様子を定期的に投稿しています。特に自身のキャラクターに共感してくれるファンに感謝の意を示し、メランポリアが多くの人に愛されていることを嬉しく思っているとコメントしています。さらに共演者たちとの仲の良さも伺えるコメントが多く寄せられています。ドヒョン役テクスンユ SNS コメント。ドヒョンは最終メイキングでイムスジョンと他の共演者たちに感謝の言葉を述べました。共演者たちの支えがあったからこそ彼は自分のキャラクターをより深く描くことができたと語っています。またイム・スジョンとの仲の良さや共同作業に関するコメントが見受けられます。3イム・スジョンとチェ・ウォンソン監督への感謝 SNS コメント。イム・スジョンはドラマの監督であるチェ・ウォンソンに感謝の意を表明しています。監督のリーダーシップがキャストに自信を与え、制作にプロの手腕をもたらしたとコメントしています。4テク、スンユ役、イユジン、SNS コメント。テク、スンユは自身のインスタグラムでメランポリアへの出演に喜びを表明しています。彼女はドラマが大好きで、共演者たちとの関係が素晴らしいことも強調しています。これらのコメントからは主演俳優たちが共同作業を通じて築いた深い絆やドラマへの熱い思いが伝わってきます。視聴者にとっても俳優たちのコメントが撮影の舞台裏や制作への情熱を感じる良い機会となることでしょう。興味津々な SNS コメントを通じて彼らの心の声に触れてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。